いらっしゃい。何が出ますか。白身に合うぬるかんが飲みたい。行かせてもらいます。もうね、まあ、お酒のと料理を組み合わせる中でのもう一番簡単と一番簡単で一番確かな合わせ方っていうのが、味の濃いものには濃いお酒、味の薄いものには薄いお酒っていうのがもう一番最もシンプルで一番確かな合わせ方なんですけど、まあ、白身のね魚、もう桜鯛はの時期はね過ぎちゃって、まあ、ここから夏の白身に変わっていくと思うんですけど、まあ、とにかくあっさりして品のいいお酒を合わせてやると、白身魚の良さが際立つと思いますので、それを紹介します。もう白身といえば宮城の綿屋、これは純米吟醸の山田錦ですね。もうおそらく日本で一番綺麗な酒作るのどこっていう質問をうちのスタッフに匿名で書かせたら、綿屋って書くスタッフが多いんじゃないかっていうぐらい、うちの店にもファンが多いんですけど、この綿屋、とにかく山からね引いてきたその水の美しさそのままの清らかな酒で、ただ綺麗なだけじゃなくて確かな骨格もあるんで、まあ、白身魚をまあ醤油だったりポン酢だったりそういうものにつけた時にもそれを包み込む、まあ、大らかさも持ち合わせた、ザ白身に合わせたい酒、綿屋の純米吟醸、どうでしょうか。ありがとうございました。